はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、今町田駅に着いております。4時半。ここからバスに乗っていくんですが、結構複雑なのでこれを動画にしたためていきたいと思います。はい、で次はバスターミナルまでカット。14番だったんだよね、これ。現在地、あれなんか全然違う、どこ行けばいいんだろう。14番に行きたいと思います。これだよね。オツダ車庫着きました。 65m 先左側の横断歩道を渡ってください。これがオツダ車庫ですね。こんな感じ。じゃあ今から行きます。ちょっとね、撮りながらずっと行くんで、もしかしたらデブレすごいかもしれないですね。それはもうしょうがないんで、このまま撮っていきたいと思います。で、多分早送りしちゃうかな、これ多分結構遠いんで。なのでもしかしたら、ね、早送りで BGM 付きかもしれないです。ここからずっと歩いていくわけですけど、山を越えるんでね、ちょっとねどうなるか分かんないですね。ただね、ゼルビアのユニフォームを着た人たちがね、結構途中で降りちゃったんですよね。なんか新しい近道みたいなのあるのかもしれないですね。新学校っていうところで降りちゃってるんですよね、みんなね。なんかあっちからも行けるんですかね。全くそういうのは調べてないんで本当に分かんないです。じゃあこの辺から今ね、周りに人いないから喋ってるけど、ね、人がいっぱい出てきたら黙りますよ。スポンサーみたいです。よいしょ。あ、なんかこんなのがあるじゃん。ほら、校舎専用。でほら、ちゃんと宣伝も、オツダ公園の中にあります。でこっちにはこのまま直進。はい、すごいすごい絵ですね。これを直進していきますよ、これから、ね、これは多分カットしていくかな。ちょっとね、喉が渇いたんで飲み物なんか飲みながらね。余すことなく町田の風景を撮りたいんだけど、完全に山だね。あとね、天気悪いね。よし、後ろ誰もいないと。よし、これなら実況しながら進めるぞ。変な顔されなくて済むぞ。あ、なんかすごいな、鎌倉古道だって。興味ある方はって感じですかね。で、前にね、ベルギーサポーターさんがいるんでね、ついていこう。つかず離れずの距離を取らないと。私わかんないですからね、何回か来てるけど、ね、たまにマグの実況で一緒に喋ってる声が入ってると思うんですけど、望むと呼ばれるね、私のね、友人と一緒にいつも見てるんですけど、彼にね、ついて歩いてるだけなんでね、全くわからないんですよね。ボーイ大丈夫かこれランドの遊歩道も怖えけど、竹やぶがせえよ、竹の子ねえかな。ねえ、まあ竹の子嫌いなんだけどはい、ここにちゃんと道が書いてあるんでね、もう一回撮っとこう。はい、すんげえ雨降っちゃったからね、やっぱりね、きついですね。いやー、すごいな、これ。帰りは早く帰んなきゃいけないのかな。ちょっとね、相当してますね。足元見ないと。足元も見ないと。木のさえずりもまたね、なんとも言えないですね、休憩して
瀬戸休憩。暗いけれども、デジ画面大丈夫かね、撮れてんのかね。真っ暗で全然ピント合ってない変な絵ばっかりだったらどうしよう。バイク通ってるけど、道路あるの？道路あるのってのも失礼な話だけど、すげえめっちゃ現地走ってるけど、あ、バスが行かないだけで、まあ、車は通れるでしょうしね、そこまで舐めちゃいけないや。余裕で怪我できそうだなこれ。やばい、もうすでにね、ベルディサポーターさんを宮にもうね、見逃してしまいましたとか言ったんですかね。あ、でも向こういっぱい人歩いてる。やばい、もう喋れないかも。こういう感じで向こうにみんな歩いてってる。あ、これはもう取れない、喋れないかも。もうここからはね、無音でお送りしますよ。早送りかな。あ、でもやっぱり別のコースもあったんじゃないですか。野津田車庫だけじゃなかったんですねそれは分かんないからしょうがないですね。ついてこう。よし、人がいるのは安心する。あ、車庫か、車庫、駐車場があるのかな。駐車場はあるんだけど、ちゃんと舗装された駐車場の道路ではないっていう、こういう感じのこういう感じのね、今山を崩しましたっていう感じの競技場なんでね。あ、後ろからだいぶ人来ちゃった。ちょっと前に追いつくか。町田もベルディも、ああすげえな、やっぱりなんで遊歩道を歩かせるんだか、なんてね、もう噛んだよ、ほんとな。ベルディの練習グラウンドも読売ランドもこんなんですからね。最近行ってないけど、よいしょ、ね、合ってるみたいです。スズメバチとかいそうだよね。真夏はほんと来たくねえな。ヘビとかね、絶対いるよね。あ、なんかもう木漏れ日のなんだろう、木漏れ日の道、まあ若干天気良かったら木漏れ日ってたんでしょうね。残念。あ、でももうスタジアムが近いんですかね。となってますね。野津田車庫に着いた時間が5時10分ぐらいでしたね。徒歩10分って書いてあったけど、10分以上はかかるかなうわ、雨降った後だからこれ滑り降りの坂道でございます。下っております。葉っぱが危ないですこれ、ね、女性サポーターはあんまり危険な靴は履いてこない。もうちゃんとスニーカーを履いてくるようにね。これは危なっかしいですね。おー、なんかもう元気じゃないですか皆さん。見づらいけど、あれですね、ちゃんと照明がもう見えてますね。あ、いい BGM だな、これ。早送りできなくなっちゃったかな。ね、ベルディの応援が聞こえてますよ。いいですね。
まあ、マイクこのカメラでその音が入ってるかどうかわかんないけど、ここ畑かな。あ、こっちからもなんか出入りできそう。そんなとこ行ったらわかんなくなっちゃうからやりたくないけど、ちょっとねカメラアングルもふわふわしちゃって酔うかな、これ YouTube で見たら ね。最初に言ってないけど、東京ヴェルディサポーターがお送りする町田のスタジアムの行き方なんでね、あのもし調べてないけどゼルビアさんのねサポーターさんのね上げてる動画があったらね、そっちを参考にした方がいいですね。何の情報もないからねこっちね。あ、もう見えてきました。スタジアムが、ちょっとズームしようかな。あ、でも走ってる、子供が走ってる。独り言が言えないかもしれない。まあ、こんな感じ、ね。すごいですね、やっぱり。なんか、こっちも、照明がもう見えております。はい、じゃあちょっとズーム。はい、ちょっと今ね、スタジアムをズームしましたけど。もう近づいてますよ、完全に。で、今の時間が、あ、もう15分経っちゃってるね。5時25分になってるのでね、やっぱりここまで来るのに15分かかっちゃいましたね。あの、まあ、動画撮りながら休憩しての飲み物も飲んでるんで、あれ、なんか向こうからも人がいっぱい来るけど、あ、駐車場とかあるのかな。で、陸上競技場と。なるほどね、あれ、なんかさっき乗ってた人がいるから向こう側から来れるのかな。違うか、撮っていい。あ、なんかすごい芝生がいっぱい。こんな感じ。あ、着いた。もう着いたって言ってでしょ。で、アウェイはこっち。なんかいい、すごいのがいる。よいしょ。なんかね、カレーがあるんだよね。カレー食べたいな。これでも来ちゃってもいいか。というわけで、マツダスタジアム到着。はい、じゃあ次は、スタジアムグルメまでカット。ローストビーフ、唐揚げ、なんか、ケバブっぽいのとか。そういうのがいっぱいあるんだけど、あれもう、カレーとかないのかな。牛タン、あ、なんかコンフィーっていうのも有名でしたね。なんか名前上がってました。よいしょ。まあ、何食うかは分かりますね。今ヤスカレーを食べようと思ったんですが、最後尾の人はなんかこれを持たされるという、こちら最後尾っていうのがあるそうです。早く並んでほしいんだけど、もう持たされるのやちょっと嫌だなこれ。はい、じゃあ最後尾の人が来たらこれ渡します。はい、ハーフタイムになっちゃいました。食べる時間なくて今食べております。これがヤスカレーですね。もうごめんね、本当あったかいうちに食べたかったんだけど、ヤスカレーです。角煮なんですね。角煮のカレーなんですが、ちょっとね、あえてちょっと離れた場所で、ああ柔らか、離れたところで食べております。そのまま、まずは、あ、うまっ。スタジアムグルメのなんかね、賞もらってるんですよね。うん、あ、うまい、うまい。うん、これ食べても十分美味しいんだ。センスが分かんないけど、うん、うまい。ちょっとカレールーだけ、あ、うまいよ。これはすごいわ。うん、うまい。うん、うまい。もうやめなさい。触ってなさいよ、触って。うわ、柔らかいですね。どうやって食べたらいいんだろう。ちっちゃく作っていく。全部のせ。うん。うまい。800円なんですけど、
ハーフってのもあるんで、ハーフで500円っていうのもあるんで、全部食べきれないっていう女性の方はね、ハーフで食べてみてはいかがでしょうか。うん、でもね、ハーフタイムのうちなんでさっさと食べるので、ここでカット。ぜひ町田に来たら食べてみてください。カメラが見つからなくと思って探してたら電気を消されました。もう真っ暗でございます。はい、今度は帰り道をお伝えしたいんですが、帰りは山道歩かなくていいっていう風に言うんだけど、本当かな。行ってみますかね。ロストはブロックにいらないだろ。今8時23分、8時23分でもうシャトルバスがないって言われてもらいます。大変しないと野津田車庫まで行かない、歩かないといけない。帰りぐらいは楽したい。じゃあね、じゃあね、じゃあね、じゃあね。の割に帰りも喋りながら帰るっていう余裕はあるのかな。まあでも今並んでるんじゃないのかね。でそれで数数えたいんじゃないの。だからあと何回往復させるかどうかを計算したいんじゃないの。3点取られたら愛媛より広いでしょ。よいしょ。ああ、せっかくスタジアムの外観撮りたかったのに消されちゃったよ、本当に。早いな。去年来てないから5年ぶりなんだ。俺も去年来てない。5年前メインスタンドなかったじゃん。うん、なかったなかった。でもそう、5年前来た時は俺野津田車庫を歩いたような気がするんだけど、帰り。あ、だからあの狸が岸が出そうな山道歩いていかないと思う。だって5年前だってベンエッツのバスなかった。いや、シャドルバスあったよ。いや、な5年前なかった。5年前なかった。うん、なんか行きも帰りも野津田車庫だった気がする。最小格してから見た。たまたま知らないで野津田車庫行っただけかもしれないけど。いや、本当になかった。そこ降りてくるんでしょ。そう。いや、これまたすごいね。これ多分夜だからもうね、デジカメで撮れてないよ、これきっと。もうね、撮れてないよ、きっと。わお、なんかバチバチ言ってる。もう終わり。町田はちょっと通過はあるけど、どうする。いや、野津田車庫か。じゃあ時間的にはでも通過の直行バスにすぐ乗れれば、はい、通過から小崎を乗せちゃうか、はい、あんま時間的には変わらないと思うんですけど。時間的には変わらない。じゃああっちに設定。はい、通過行きこちらになります。がっかり。間に合わなかったの。そういうことですね。多分今の乗り換えで言ったら俺多分野津田車庫行っても変わんないと思う。バスすんなり乗れたら多分野津田車庫の方が近いんじゃない。俺もアウェイの洗礼ですからね。アウェイのチームが勝っちゃったらよいしょ、シャトルバスさっさと終わりにしちゃって。もうすぐそこに列があるけど、あれ並んでるってこと。この並ぶのも考慮に入れたらこっちの方が時間かかるんじゃないかな。あ、でも結局野津田車庫行っても並ぶのか。先頭はどこら辺なんだろう。はい、すごい並んでおります。2、3台ぐらい、3、4台ぐらい。わかんねえよ俺先頭が。ああ、まあ取れねえな、女夜じゃな。しょうがねえな、だって下は明るいところもこんなんだもんな。9時10分発がございます。
今からですね、ちょうど30分、降りてちょっと10分ぐらい待つぐらいで来ると思います。はい、終わりました。ここを右曲がるんでしたっけ？そうですね、あそこの細い道を降りていっていただくと。ジグザグに行くんですね。はい、今こういう感じですね、今見える。ここのところを道沿いに降りていっていただくと。あの狭い道ですね。狭い道ですね。ですよね。はい、あれです。はい、よろしければお持ちください。はい。10分ですよね。9時10分になります。はい、てか、俺行き来たよ。うん。高いっす、これ。あ、いいよいいよ、持ってき持ってき。まあしょうがないね、これはね。松山いくらだ？ん？松山いくらだ？210円？いや、だってほら、あのパスモで通っちゃったから、ね、値段わかんねえ。さあ、まさかのタイムロスしてからの松田車庫行きになりました。だ5台連続できたら向こうの方が早いけどっていう。でまた乗り込む時間とかも考えたらちょっとないかなって。で山これ歩くもね15分で着くんだよ。それは知ってる。うん、だからねこっちの方が断然いいと思ったんですけどね。もうしょうがないよ、皆さん鶴川行きなんだもの。やばい、行きと違って夜は怖いですね。うわ、いや、いるでしょうね、絶対。でもまだ取れてないだろうしね、そもそもね、そもそも取れてないものは真っ暗の中、私の声だけで楽しみくださいっていう。何人と取るとか出てくるんじゃない？うん、まあそんなもんですね。やっぱ帰りは早歩きにもなるし、下り坂にもなるしで、結構帰りの方がね、なんだ、あ、ここまで歩いた方がいいんですね。で、あとまあ人がいっぱいいないからね。誰もいないからね。だってここからもうちょっと早くスタジアム出てこっち選んでたらもっと人いるだろうし、サポーターが。9時10分どころか8時55分乗れんじゃないの。いや、わかんないけど15分に1本って言うからぴったり15分の前に来るのかなと。いや、さっきのぞむの紙もらったんちゃうの。いや、これ地図しか置いてない。ああ、地図だけなんか。あ、書いてあるんだよ。そこ下に行けば。まあでももうすぐ着くんだから先行っちゃった方がいいぞ。あ、ほんと？あ、15分じゃなくなっちゃうのか。それは残念。いや、前の人もいたりして。ね、よし。前回、あの、行きもね、これ撮ったからね。帰りも撮りましょうかね。頑張れと。ね、これも、帰りも撮ると。あ、明るくなった、明るくなった。あ、でもこっちも結構人いたりして。時間ぴったり。1分過ぎて先に撮ればよかったじゃん。1時11分ようやっとバス乗りました。町田到着、今何分？30分。9時10分に乗ったから20分だね。早いね。丸々20分でした。はい、金中バス前だけまだ降りる人いるからね。ちょっと1人、はい、これでした。今9時35分町田駅着きました。それであとはもう家に帰るだけです。町田線のモートバイ遠征機を、まあ、これも回も上げると思います。まあ、近いところなんですけど一応アウェイなんでね、上げたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。